今日は和心は出場していないんですけれどもね。さあそれでは早速参りましょう。波動ファイト。さあ両チームともに全く同じステータスです。レッドサイドの暁、真ん中山高選手が1135、両サイド奥からヘシコ選手、手前ゲン選手が5221、対する野獣飛び女、真ん中ジェミー選手が1135、両サイド奥からアスナ隊長選手、手前ココア選手が5221といったステータスです。さあ全く同じねステータスなんですけれども、まずは暁が先行でシールドを張っていくような形です。合わせて野獣飛び女を張っていくような形ですが、この割れ際を狙っていきたいところです。暁はシールドなくてもあってもしっかりと点数取っていくチームなので、野獣飛び女しっかりとそこをですね、皆さんで全員で狙いが合わせていけるといいかと思いますが、シールドを張っていく、残り時間は30秒、よく見えてますね周りがね。さあ0対0のまま進んでいきますが、ここでヘシコ選手が1点を取っていく。残り20秒、ゲン選手も取っていきます。この秒数でのこの点数差、暁はライフが全員1枚だ。誰を狙っていくか、野獣飛び場1点もぎ取れるか。ここで追加点、暁残り5秒だ。何としても取っていきたいが、暁強い。試合終了、4対0、暁の勝利です。